ロマンス、ロマンツェ、ロマンツァは、クラシック音楽のうち、叙情的な内容の声楽曲、または小規模な気楽曲ののジャンルの一つ。ロシア語においては現在でも、芸術家曲の意味で使われているが、これは19世紀前半までフランスで、芸術家曲をロマンスと呼んだ習慣に習ったものである。しかし一般的にロマンスもしくはロマンツェは、器楽曲のジャンル名の一つであり、 呪状的な旋律美とその不縁に表現の主眼を置いたものを言う。形式による拘束がないため、作曲家によって対策から商品まで規模は様々である。ロマンスという子は、スペイン語のロマンセナ内氏は、ロマンサに遡り、もともと説話や交渉文学を指すものだった。18世紀にイタリア語経由で音楽用語に取り入れられ、 叙情的な楽曲に題名として添えられるようになった。内容的、性格的には、バロック音楽のエールの延長上にありながら、主情的で甘美な内容を最大の特色とする点において、19世紀の様々なキャラクターピースの始まりになったと言ってよい。とりわけ無言歌はフランス語で、ロマンス、S、サンズ・パ・ホールと呼ばれるように、ロマンスを母体として生み出されている。 最も有名な、ロマンスは、ベートーベンのバイオリンと還元楽のための、ロマンス第2番へ、蝶々作品50や、モーツァルトの、アイネクラインネ・ナハト・ムジークの第2楽章などが挙げられる。シューマン夫妻は、ピアノ独奏や、室内楽のためのロマンスを好んで作曲し、とりわけ、ロベルト・シューマンによるオーボイト・ピアノのためのロマンス集や、クララ・シューマンによるバイオリンとピアノのためのロマンス集は、 佳作として再評価されるようになった。ベートーベンに続く例にドボルザークのロマンスへ単調作品11がある。モーツァルトは2単調のピアノ競争曲の感情楽章をロマンツへと呼んでおり、ショパンの2つの競争曲の中間楽章もモーツァルトの前例に倣ってロマンスと呼ぶにふさわしい音楽を繰り広げている。グリーグのピアノ競争曲やラフマニノフの ピアノ競奏曲第2番の中間楽章も実質的にロマンスとみなして差し支えない。ありがとうございます。